緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。令和3年度入社を目指す就活生の皆さん、こんにちは。就活生の応援団、高橋出俊と佐原千代子です。新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請などにより就活に不安を感じていませんか？福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会、そして FM 福山が意欲みなぎる就活生の皆さんを全力でサポートします。月曜から金曜、毎日午後3時から10分間、福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。毎日2社、令和2年度新卒者採用予定の企業をご紹介します。あなたを求めている企業がきっと見つかりますよ。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りします。今日初めにご紹介する事業所です。業種は配管資材販売、社名はですね、山陽工業株式会社、尾道市高須町にあります。山陽工業株式会社はですね、管材営業部、そして空調衛生工事部、またホテル事業部とですね、多角的な事業部がある会社なんですね。で、特にですね、空調衛生工事部は独自の高度な技術、これフューチャー工法というのを持ち合わせていて、日本全国から受注が入るなど高い信頼性を維持しています。売上高はなんと約80億円、経常利益約5億円という企業なんですね。すごい。はい、またさらに10年間無借金経営を継続していると。ね、優良企業ですよ。賞与も年2回ありますけれども、別途決算賞与というのもですね、社員と家族のために支給しているということです。はい、就活生の皆さんに PR したいこと、尾道福山で280名以上の社員が元気に働いています。管材営業部は近隣の得意先へのルート販売なんだそうですね。空調衛生工事部は転勤はありませんが日本列島が活躍の舞台ですをキャッチフレーズとして全国に赴き、日本最大級の建築物などの施工管理にも携わっています。うん、この建築物は私が担ったという誇りを持って、技術も得ることができます。数ヶ月のですね、出張になることもありますけれども、手当が多くつきますので収入も多くなりますということなんですね。そうですね。うん、水と空気がある限り当社の仕事がなくなることはありません。心強いです。はいはい、そして就活生の皆さんに一言、取引先もですね、 JFE スチールや日本製鉄などの大手であり、大きな信用信頼を得ています。パイプのデパートの愛称で親しまれているということです。うん、さらに福利厚生は独自の制度があって、なんと自家用車購入時は15万円の補助、タイヤ交換時は1万円の補助、子供の奨学金の無利子貸与、結婚手当や住居手当は10年間支給しますと。へー、また会社がね、すっごい福利厚生ですよね。はい、またホテルを利用した懇親会やクリスマス会もやっているということです。うん、会社説明会なんですけれども、いずれもですね、時間は午後1時30分から、場所は尾道国際ホテルです。日にちは6月10日木曜日と6月24日水曜日です。求人数ですが、大学院卒、大卒、短大、専門学校卒合わせて8名を募集しているということです。そして高卒は9名募集しているということです。お問い合わせの電話番号は0848461212、 0848461212 です。パイプのデパート、山陽工業株式会社のご紹介でした。続いてご紹介するのは、ユニフォーム製造の福山市新一町にあります株式会社自調堂です。この事業所の PR なんですけれど、働く人の安全、安心、快適、満足を商品化して世界中の働く人を応援する会社。
慈朝堂はワーキングユニフォーム、作業服だったり、うん、あと企業の制服だったり、はい、それからセーフティースニーカーや医療用の白衣を企画製造して、それらを販売する総合アパレルメーカーなんですね。いろいろな環境で働く人の安全、安心、快適、そして満足を商品化しています。慈朝堂は2014年創立90周年を迎えました。4年後は創立100周年ということなんですね。老舗ですね。そうですね、うん、皆様に信頼される企業であり続けるため、日々企業価値の向上に努めているということです。一番 PR したいこと、慈朝堂のテーマ、強いチームワーク、うん、まあ、仕事をしているとうまくいくこともあれば失敗することもあるかもしれません。で、失敗は周りのみんなで協力すれば必ずカバーできて、それがやがて成功へつながっていく。チームワークを育んで会社を発展させることにつながっていくという考えなんですね、はい、こういうのって大事ですよ ね、うん、みんなで頑張っていこうということですね、うん、慈朝堂は1日単位の年次有給休暇とは別に、年間で5日間、40時間を限度として、1時間単位で取ることができる年次有給休暇制度を取り入れています。1時間単位で取ることができるので、午前中だけ病院行ってきますとか、はい、午後から子供の学校行事に参加しますといったことも OK なんですよね。これとても嬉しいです。働きやすいよね、2時間だけとかね半日取ることもない、忙しい時期なので2時間だけちょっと抜けたいんですけどっていうことありますもん ね、うんうん、そういった方に対応してくれるっていうのが嬉しいですよね、うん、外国籍の社員に対してはインターナショナル休暇制度を取り入れて、出身国の祝日に応じて年に1回特別な長期休暇を取得できるようになっているということです。ここも社員のことをね、よく考えてくださってるな、ポイントの一つだなと思いますよね。株式会社慈朝堂、求人数は大学院卒が10名から20名、大卒10名から20名、短大専門学校卒が5名から10名、高卒2名から3名となっています。説明会の予定ですが、6月10日の水曜日、そして6月26日の金曜日、いずれも午後1時30分から福山市新一町戸出にあります慈朝堂の本社で行うことになっています。就活生の皆さんへ、説明会の当日は会社内の見学、また先輩社員とのフリートークの時間も設けてあるということなので、うん、先輩社員の皆さんの就職活動の時どうだったとか、面接の時どんなことに気をつけましたかなんていうこともね、質問できるということです、うん、適性試験も説明会と同じ日に行われるので、別の日に改めて試験を受けに行くなんていうこともないんですって。当日都合が悪いという方は、希望の日にち相談に応じてくださるということだそうです。お問い合わせは株式会社慈朝堂、電話番号は 0847-518183、 0847-518183、 福山市新一町都でユニフォーム製造の株式会社慈朝堂のご紹介でした。今日は三洋工業株式会社と株式会社慈朝堂、この2社をご紹介しました。本日ご紹介した企業は FM 福山の Facebook また YouTube でもアーカイブしていきます。聞き逃した誰かにも教えてあげよう、そんな時はぜひ Facebook や YouTube をチェックしてくださいね。またリスナーの皆さんから質問やご意見も募集しています。メールアドレスは bingo@fm777.co.jp、 bingo@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8778、 084-920-8778 です。福山エリアの企業と学生をつなぐ小さな番組、 FM 福山緊急就活応援ラジオ、今こそ地元で働こう。この番組は福山商工会議所と福山地方雇用対策協議会の提供でお送りしました。お相手は就活生の応援団、高橋秀俊と佐原千代子でした。ではまた明日。